ダイワピアラブです。三浦春馬さんのことを発信している N 国党の関係者の田中さんのことを信用してはダメですね。えー、田中さんというね、えー、N 国党の関係者の方が、えー、三浦春馬さんについてね、 もうしきりに発信したりとか、えー、活動したりしてるんですが、えー、このね、田中さんという人物は、非常に信用ならないんですよ。うん。まずね、この田中さんっていうのは、えー、N 国党の関係者で、立花隆さんの、まあ、配下みたいな人なんですよ。うん。えー、立花さんのことを非常に尊敬していると。 言ってるような人なんですよね。うん、で、立花隆さんのバックにはね、えー、蝶道院さんがいます。えー、N 国党のバックにも蝶道院さんがいます。うん、なので、もうこの田中さんっていうのもね、もう完全にあちら側、えー、闇側の勢力なんですよ。うん えー、田中さんっていうのも急に出てきましたよね。うん。なんかもう、あのー、急に三浦春馬さんのことを発信しだしたりとか、うん。活動しだしたりとかして、まあ、怪しいこと極まりないですよね。うん。そしてこの田中さんがね、その三浦春馬さんの件に関して、えー、アメリカ CIA は全く関係ないみたいなことを言ってるんですよ。 うん、もう本当おかしな話なんですよね。うん、何をね、持って CIA が関係ないと言えるのかということですよね。うん、まあこの田中さんにしても立花さんにしてもそうだけど、まあその三浦春馬さんのことに関して、その真実をね、ねじ曲げる。えーまあ 真実から遠ざける、ミスリードさせるっていうようなね、そういうような役割の人だと思います。ご視聴いただきありがとうございました。